はい、やってきましたサイクルモード東京東京ね、もうすごいよ、変な目で見られてるよね、メンタル強いよ、藤本。まあまあ、ということでね、本日サイクルモード東京に来ております。でね、1週間前ぐらいかな、まさくんの方のレポートが出てると思うんですけども、今週は AD 藤本レポート版ですね。今思った人おるやろ、まさくんのはようさん回ったけど藤本の再生数取れんのかって思ったやろ今。でもあなた見てるからね、見てるからね、本当にありがとうございます。で、まずね、もう一発目紹介します。こちらボリデー、前から見て、もううっすうっす、横から見たらふっといふっといのに、もう前から見たらうっすうっす。なんでね、いきなりこの車体を見せたかというと、再生数が取れそうだからですということで、まあまあ、ピナレノはね、前回まさくんの方で回ってるんで、これの解説とかそちらの動画見ていただいて、今日はね、すごい有名なメーカーの超軽量フレームとか、あの人が乗ってるものすごい話題の車体とか、あとは超大型店舗が出す今年の目玉カテゴリー、もう意味わからんけど、ちょっと最後の方、まあそんなのどんどんお送りしたいきたいと思いますので、何とぞ最後までご覧ください。どうぞ。はい、ということでリノレブースにやってまいりました。イエーイ、リノレブベルギー。よく知ってますね、ベルギーって。なめとんか、ね、ゆかりさんにも来ていただいております。はい、私リドレーのアンバサダーを務めさせていただいております、ゆかりと申します。よろしくお願いします。今日の目玉見させていただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。お願いします、あなたがする。私誰にお願いしたいの。はい、紹介します。はい、今日の目玉どれですか。多分これ。多分多分これ多分これ。はい、これなんてやつですか。こちらは私が乗ってるリドレーフェニックススリックの限定バージョンの、ヘリテーヘリ見とるがヘリテージリミテッドエディション。アンバサダーって結構簡単になれるんじゃん、これワンちゃん俺いけるんじゃん俺の方が詳しいんじゃん。違う違う、でも愛は私のがあるんで。あ、なるほどね。でもこの動画は愛だけでは全然進まないんで、詳しい方呼んでください。すいません、サノさん詳しい方来ました。よろしくお願いしま す。以前も出ていただいて。そうですね、ありがとうございます。で、今日の目玉は結局どれになるんですか。ここです。これ合ってましたよ。フェニックススリックのヘリテージリミテッドエディションというモデルです。はい、限定70本のモデルです。特徴は、特徴って難しいこと言うゆかりさんクオリティになってますやん。緊張するんじゃない。特徴はね、やっぱりリドレの代名詞的な言われてるこの五角形のチューブ、はい、ここが五角形なんですね。ダイヤモンドシェイプチューブっていう形状になってます。はい、ダイヤモンドの理由は何なんですか。それは YouTube 見てほしいんですよ、この間まあ同じ説明になるんですけど、はい、五角形にすることで外的強度、まあ、バーンとぶつけたら割れてしまうとかいうのを強くしてるっていうところになるんで、あとは見た目がかっこいいでしょ。あ、見た目は確かにすごくかっこいいです。普通のパイプって丸なんですけど、パッと見てもらったらやっぱりかっこいいっていうのが一番見てもらったら分かると思うんで。これ横合成とか上がってるのか。上がってます。上がってます。はい、これ下三角形ですか。五角形ですか。あ、下も五角形なんですね。はい、これどっちかというと下が五角形の方が意味ありますよね。あります。ね、やっぱりダウンチューブ合成上げることで直進安定性とかやっぱ合成って上がるんで、まあイメージ的に言うとこう三角形でこう見てもらうと、下側っていうのは合成重視、上側っていうのは振動吸収性っていう作りなんで。で、カラーも特徴的で。そうです。このカラーはなんていうカラーですか。これね、ヘリテージリミテッドエディションカラーって言って。例えばこのロゴも通常のロゴとちょっと違って、昔のヘリテージとか遺産とかそういうまあ歴史的なイメージなんですけど、ちょっと違った胴抜きのロゴになってます。このブースすごくなんかこう宇宙空間というか近未来空間っていうかな。そうですね、感じですけど、コンセプトありまして、リドレーってこう色目の強いカラー多いじゃないですか。はいはいはい、はい、っていうのを浮かすためにあえて白の絨毯から上もカーテンって言ってるんですけど、白のすることで自転車浮き立つっていう、まあ、なるほどね、いうように宇宙空間ですね。これね、なんかすごい近未来的な感じっすよね。車体をちょっと高い位置に浮かしてるってのもすごく映えるというか、はい、そうですね。ね、この本来もうちょっと多分下にするんですよ、はい、他のブースさんってちょっと上げすぎたんです。それ、あ、上げすぎたでもこれがまたおしゃれじゃないですか。嘘ですけどね。あ、嘘かい嘘か
まあこれぐらいの方がちょっと見やすいかなっていうのもいや、ちょっとこう下から見上げるような感じ、はい、そうですね、それが非常におしゃれに見えますね、うん、サイクルモード東京に来ていただけたら自転車もただ見るだけじゃなしにおしゃれに見れるという、おしゃれに見える、次行きますもう次行きます、行ってください、行ってください AD 藤本さん、またやっぱ自転車詳しいですね、次鬼ごっこやね、鬼ごっこ、はい、来週よろしくね、再来週かな、はい、はい、よろしくお願いします、自転車鬼ごっこまた配信するんでよろしくお願いします、見てください、はい、ありがとうございました、おおきに帰って座ってください、いよいよ迫ってまいります、始まりますよ、あと2分ぐらい、あと2分ぐらい、大地さん、まだレース前ですか、7番に帰ってください、はい、大地さん、まだもうすぐです、あと2分でレース始まりますよ、ちょっとエリー・ウジモさん、はいはい、さらっと入ってくれます、何番買います、何番がいいですか、はい、1着だけ、一番人気が、あ、一番人気はこの中で多分2番が今のところ買ってる人多いのかな、 2番、ね、1番で、この人は基本的にやっぱ今得点高いんで1番で、2番の後ろについてあと7番の選手が人気してます、ほら僕1番、1番、1番、はい、点数が一番高い、はい、1番します、はい、え、何してるんですか、いや今日はサイクルモード公式のレポートです公式いや大地さんおるから行こうと思って、いやすいません、ありがとうございますさっき聞いたら関東の代表演者が大地さんらしいんですよ、でありがとうございます、関西が僕らしいんですけど2人ともコーナー人気ないぞっていう話になって、やめてくださいそれお互い気にしてることそれみんな周りの力でなんとか頑張ろうって言ってるから、あ、始まった、始まりました、大地さん始まりました、さあいよいよレースです、これはそのまま出してもいいんですか、各選手体制完了、出してる頃には終わってますから大丈夫、そうか、今これ生なんで、僕1番です、1番買いました、はい、AD 藤本さんは、まあ言うなら7番かな、7番前と入って、はい、え、ラインっていうのがあるんですか、ラインっていうのが、今回7人なので3人と4人の、まあ、チーム、ラインに分かれてますね、6、1、4っていう3人がラインで、前にいる2番、7番、3番、5番がこれまた一つのライン、こっちがラインですね、こっちが関東のライン、関東のライン、こっちが、あ、いった、こっちでちょっと後方に行くのがあるんですね、うわわわ、え、これラスト1周、そうそう、今回は1周半、1番だ、単勝がないんですよ、競輪は単勝がないんですよ、1着2着当てないといけないですけども、これ今回は特別なので、はい、1着当てたお二人ジメリとのコラボキャップ、おー、どんなんすか、どんなんすか、桜の、おー、すごい、これ今もう売ってないです、もうがっつりここ使うけど大丈夫ですかがっつり使いますよ、これだけ、ありがとうございます、またまた、またよろしくお願いします、はい、ということで、エリートホイールさんのブースに来てるんですけども、あ、まあ、有名人勢ぞろい、若干1名を除く、なんでお前が読んで、お初です、あれ、何の会やねん、エリートホイールさんに、うんうん、来たらね、うん、コンポさんと、うん、あやさんがいるって言うから、うんうん、来たんよ、うん、ほら、なぜか岡田くんがおって、お前が読んでたぞお前が読んで俺呼ばれたんだよ、さっき通りかかったら、いや何この扱い、やめて、しかもここ初めましてでしょ、いやいや、せやねん、俺もコンポさん初めまして、初めてです、はい、沖縄からわざわざ、はい、今日沖縄から、ほんで今日帰られるってことで、え、マジで昨日来て今日帰ります、昨日もね、めっちゃ忙しそうにされてるそうっすね、今日お二人、エリートホイールさんのお手伝いに来てるということで、そうです、そうです、はい、で、こちらがエリートホイールさんの代表の方ですかね、いや、広報担当、広報担当の方で、エリートホイールって、
まず何なんですかそもそも。エリートホイールは什么东西？是一个品牌，我们是卖轮子的。エリートホイールはあのカーボンホイールを作ってる会社です。カーボンホイール特徴とかあるんですか？就是那个有特别的那个哪里是我们的最强的地方？我觉得我们最特别的是我们自己生产。嗯。ねちょっと待って。このルックスで英語じゃないの？このルックスで中国語なんですよ。え？いや、あの。ノットイングリッシュ？イングリッシュオッケーです。イングリッシュはオッソオッケー。オールソオッケー。私が中国語しか喋れないんで。そういうことか。逆に合わせてもらってるという。このルックスでさ、なんで英語じゃないのと思って違和感しかなかった。ごめんなさい、話の続きで。特徴は？特徴。一つ目は軽い。あ、軽い、軽い。めちゃめちゃ軽量ですね。具体的には一番軽いモデルリムハイト何本でとかあります？あ、一番軽いのが 40mm のハイトのものでして、こっちがディスクブレーキ、こっちがリムブレーキモデルです。はい、これが一番軽いですね。で、ディスクで何本になるんですか？ディスクで 1260g。 え、軽っ。めちゃくちゃ軽いです。めちゃくちゃ軽い。値段は、今コンポさんかあやさんのクーポン使ってもらったら今のレートで14万弱前後で。あともう一つの特徴は、このカーボン素材自体が、トーレの製品を使ってるんですけども、自分たちで材料を配合して作ってます。あ、じゃあトーレから仕入れて、はい、自分たちでこう契約というか、はい、してるってことですね。そうです、そうです。あ、だから安いんかな。そうですね、他のメーカーさんとかやと、まあ、リムとかハブを別のメーカーから買ってきて、まあ、そのブランドとして売るっていうことがあると思うんですけど、うちの場合は、リムもハブもスポークも自社で生産してますので、そこで値段を抑えてます。今日本ではどこで買えるんですか？今はネットでしか買えないです。ネットで、はい、あ、なるほどね。公式のホームページで買えます。公式のホームページ、はい、だエリートホイールって調べたら出てくる。そうですね、エリートホイールって調べたら出てきます。まあ、ぜひともね、もし気になる方はまたホームページの方を見ていただけたらと思います。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おっす。続きまして、ヨネックスさんのブースに来させていただきました。ヨネックスといえばカーボンですよ。皆さんもご存知かもしれませんが、めちゃくちゃ軽いフレーム最近出たんですよ。でそれが展示してるということなんでね、行かせていただきます。あれですか、 540g って書いてますよ。540、これ540って書いてある。これでも見た感じ多分塗装してないやつですね。これはこんな感じで、こういうの持つとき気をつけて。見た感じでそんな軽いと思わなさそうじゃないですか。まあまあ重量あるやろうなと思ったらこういくから、こういくから気をつけて。これもうあるあるですから。ただほんまめっちゃ軽い、これ540、重量にしたら、まあ、これと一緒ぐらい。これを持ったらね軽いと思わないですけど、こっち持ったらめっちゃ軽く感じる。なんならこっちの方が軽くないですかぐらいの。でね、この自転車 SLD って言うんですけど、スーパーライトディスクっていう自転車なんですよ。の説明を聞くために詳しい方呼んでます。すみません、ちょっとご説明だけお願いします。お願いします。お願いします。これまず軽いだけですか、この自転車？いえ、新しい材料を使って皆さん乗りやすい性能になってます。乗りやすいんですか？はい、乗り味いいってことですか？乗り味いいです。どういうテクノロジーが入ってるんですかね？はいはい、通常のカーボンより 30% 弾性率が硬い材料を使って剛性を出しつつ、通じ N アームドっていうものを使ってよりしなるんですけど、戻り速度が速い材料も使って反発とそういった力を利用しながら軽さと乗りやすさを出します。つまりこう踏んだ時にこうバネ感がある走りになるんですか？はい、なんかリズムよく漕げば結構ガンガン進むような感じですね。はい、これは前作のヨネックスのカーボンも割とそんな感じがあったかなと思うんですけど、大体全体的にそういうの乗り味が多いんですか？こうバネ感があるというか。そうですね、はい、しなりながらあと反発を生かすっていうのが当社のこうコンセプトでもあるので、そのノウハウを生かしたフレームです。つまり乗り味も良くてかつしっかり速度にも乗るっていうことですね。はい、はい、これ塗装わざと取ったんですか、それとも塗装前ですか？塗装前です。塗装前のやつをこう展示で持ってきたと、はいはい、より軽く感じられるの。そうですよね、はい。ちなみに教えていただけるなら教えていただきたいんですけど、はい、塗装で何グラムぐらい変わるんですか？ここは内緒でいいです。内緒で大丈夫です。まあでもちょろっと変わるよっていうことですね。
なるほど。そうやってね、例えばこの色とこの色やったらこの色の方がちょっと重たくなるかなみたいなのあるんですか？ありますね、それはありますね。どれとは言わんけどあるってことですね。ありますね。なるほどなるほど。なんですけど今回の SLD は軽い塗装で済むように艶消し艶ありの、あ、この2色か、はい、これが艶ありっすね。めっちゃ綺麗っすねこれ。綺麗です。え、綺麗で、これでフレームが594,000円税込み、はいはい、目ん玉飛び出るほど高いわけじゃないですね。そうです。それは国産やからってのもあるんですか？そうです、国産やからちょっと値段も抑えれるって抑えて、かつこの綺麗さ出せるの国産だから。やっぱこの日本の技術ってやっぱ塗装もすごいですね、はいはい、そうです。あ、これも綺麗わ。この辺の流れるような感じめっちゃかっこいいですね、はい、ここの、このこれ、ここ、こういうの好きなんですよ僕。どうですか、結構売れてます？はい、おかげさまで結構売れてます。おかげさまで。おかげさまで。今工場パンパンです。いや、大丈夫、もうあれですか、今注文受けてもちょっと待たなあかん感じ。そうですね。あ、それぐらい売れてんや。すいません、貴重な情報ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。次のブース、行きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして。もうイベントといえば、ここでしょ。グリコ。グリコに来てます。まあ、グリコというかパワープロダクションの方がいいんすかね。はい、グリコパワープロダクションです。出た、はい、出た、はい、ありがとうございます。で、おなじみのってやつですよね、はい、そうですね。せっかくやったら今日、はい、今推してる商品とか、はい、あとはもうグリコといえばこれだよねっていう商品教えていただけたらと思いました。あります、じゃあ早速ですけど、はい、今推してる商品、皆さんね、おそらくこれからサイクリストの方、ヒルクライムのレース出たりする選手多いと思うんですけど、はい、ヒルクライムにおすすめのアイテム、エキストラオキシドライブ、はい、これぜひですね、お試しいただければ、赤パプリカの色素ですね、パプリカキサントフィルという素材、これを配合してるんですけれども、2週間ぐらい継続摂取することで有酸素運動に必要な呼吸持久力、はい、これを身につけることができるということで、このオキシドライブお役に立てると思います。パプリカって言いました？赤パプリカ、はい、赤パプリカ野菜の色素、このパプリカキサントフィル、はい、これがですね非常におすすめの素材。これ2週間絶対飲んでですか、それでも2、3日してもいいですか？ね、できれば2週間以上継続して取ることをお勧めしてます、はい、その方がより呼吸持久力に効いてくるというね、はい、あ、そうなんだ。例えばね、富士ヒル10日前になったとか5日前になったって言って、もうやめといた方がいいですか？正直ね、5日前から飲み始めて、っていうのはね、なかなかこれ、ちょっと感じにくいかもしれないね。なるほどね、はい、あとなんかこう、ね、グリコといえばみたいな商品、グリコパワープロダクションといえばこれ、これや、はい、あの金グリ、これね、金色のグリコのサプリメントなので金グリなんですけど、はい、実はね、サイクリストの方が名付け親みたいなね、そんなことがあって、なのでサイクリストの方金グリで通じるんですけど、はい、他の競技やってる金グリ、なんですかそれって考えたら、そうなんですね、はい、金グリ、そうなん、意外。頑張った日の寝る前に飲んでいただくと、朝、すっきりした感じで、はい、すっきりした、ね、マジいい感じで、はいはい、これもいいな、僕これも、ね、ご存知の方もいるかもしれないですけど、めっちゃ寝起き悪いんですよ目覚めが、朝苦手なんですね、はいはい、そういう方におすすめ。乗ったライドの時だけじゃなくって、日常生活でも、あの仕事のお疲れとか、そういう時にもぜひ活用していただければと思います。それ、僕どっち飲むべきですか？両方、おすすめ、両方行ってください、両方、はい、後でちょっと買いに来ていいですか？ガチでぜひ、これガチで買います、はい、早めに、あの売り切れてしまうから、おー、しょうがいいや、はい、ほら、サクッと他のところ回って、ぜひ戻ってきますんで、お待ちしてます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。お、出たお、出た、そのためだけ、パワープロダクションよろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。続きまして、ワイズロードさんに来ております。ワイズロードね、まあまあ誰しもが一度は行ったことある店ですよね、はい。で、ワイズロードさんに来たのは何でかと言いますと、ものすごい斬新な商品が出たということで、で、しかもそれがね、また話題性のある企業と一緒にやってるみたいなことを聞いたんですよ。ただもうちょっと僕も触り程度しか聞いてないんで、あの、いろいろ詳しい人に聞きたいと思います。すいません、お願いします。で、今回リリースされたものってのは何なんですかね？はい、スマチャリと言いまして、はい、はい、既存の自転車を電動アシスト自転車にするための、システム、それがスマチャリっていうものです。はい、はい、で、先ほどおっしゃってた有名な企業さんというのがホンダさんですね。ホンダさん、あれ、あ、どこもロゴない、はい、あ、ロゴある、ちょっと見させてください、ロゴ、ホンダさん、はい、
え、ごっついとことコラボしてますね。はい、ありがとうございます。おかげさまで。どっちから話来たんですか、これ。まあ、ご縁がありまして。ご縁があって。ご縁がありまして、はい。本田さんと一緒に作ったのが、はい、皆さんがお持ちの自転車を電動自転車にできる。将来的には。あ、将来的には。後付けで、はい、皆さんの自転車を電動アシスト自転車にできる、はい、そういうシステムです。はい、今はじゃあどういうシステムですか。今はこちらのコーダーブルームさんのレイルアクティブっていうモデルに搭載したパッケージ商品になります。あ、結局じゃあ、まあこの電動付き自転車を買う形なんですね。そうですね。ただこれは序盤というか入りなんです、はい、そうですね。こっからは今お持ちの皆様の自転車にもいずれ電動アシストがついていくかもしれないという知れないような感じ。いついくらでっていうのはちょっとお約束はまだできないんですけど、はいはい、あの構想の中にはありますので。なるほどなるほど、はい、そのための第一弾がこちらのコーダーブルームさんのバイクになってます。それがね、もし可能になったとしましょう、仮に、はい、なら全国のワイズロードで、はい、例えば僕の電動アシストつけてくださいって言ったらできるかもしれないわけですね。かもしれない。しかもね、しかもね、これ勝手な僕の印象ですけど、ホンダじゃないですか。めちゃくちゃ信頼できるやん、はい、なんか、実はあの私自身が結構通学で苦労したっていう経験から、今回こういった製品があればいいなということで、やっぱりバイクや自転車も免許がないと乗れない乗り物になりますので、一番身近な自転車をもっと進化させるためのこう制御だったりアプリケーションだったりっていうのを提供して、ワイズさんとこう新しい製品を作り上げているっていうような形になります。ありがとうございます。ありがとうございます。これ楽しみですね、将来的にどういう風になっていくのか、はい、で、試乗車もあると、そこにはい、ございます。乗らせていただくこと可能ですか。もちろん大丈夫ですよ。ほらら、もうせっかくやったら乗らせていただきたいと思います。これね、あ、でも確かにこれ見た感じやったらいけそうよな。なんかこれ後付けできそうな感じですもんね。そうですね。え、じゃあ乗らせてもらおう。え、もういいですか。はい、大丈夫です。では、試乗してみたいと思います。で、これまず今アシストなしですね。はい、効いてない状態ですね。普通ですもん。これアシストしたらどうなんですか。はい、じゃこれからアシスト入れたいと思います。ちょっと足を止めてください。はい、アシスト入れます。はい、どうぞ。おお、おお、これ進まへんのがめっちゃ残念。そうですね。いやいや、めっちゃアシストしてる。めっちゃアシストしてる。これはちょっと体験してほしいな。普通にアシストや。これあれですね、また外走れるようになったら走りたいですね。そうですね。で、今後ワイズロードの店舗で巡回して試乗会とかも開催していきますので。そうなんです。じゃあすでにもう公道を走っていいしようってことなんですね。そうです。これは、はい、じゃあなんで今日試乗出さなかったんですか。まだ準備できる台数が揃ってなくてですね。ただ発表だけしちゃうという。そうです ね。実際の走行画面というかマップ画面というか。え、これはホンダのアプリですか。これはホンダさんのアプリ。ナビゲーションもしてくれる。ナビゲーションは残念ながらない。でも地図は見れる。決まってる速度、マップ機能と、あとフレンド登録って言って、このアプリの中で友達になるとその友達と待ち合わせができたりとか、集合時間とか場所を決めたりとか、そういうことができるんですね。お子さんが今どこ走ってるか、そういうことが分かるようになる。はい、ということでね、今回サイクルモード東京前後編になってると思います。で、前編がね、まさくんのレポート、後編が AD 藤本のレポート。まあ、再生数はどっちが上回ったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。まあね、再生数というよりもね、皆さんが楽しんでいただけたら非常に良かったんじゃないかなと思います。で、今回見ていただいたようにサイクルモード大阪も東京もものすごい数のブースが来てるし、自転車好きにはたまらないイベントだと思います。だからぜひともね、2024年になるのかな、もう開催されると思うので、ぜひとも皆さんご来場くださいませ。でね、それまでね、サイクルモードというものを忘れないためにもチャンネル登録していただいて、今後も、このサイクルモードファミリーの、ね、活動を見ていただけたらと思います。まあ、勝手にファミリーって呼んでるだけなんですけど、はい、では来年のサイクルモードでお会いしましょう。さようなら。やー、サイクルモード。